成果か幸福か現代社会最大の矛盾我々は一体どこへ行けばいいんだ<ー>でございます今回のテーマですねはい、はい、漫画家の、えー、根本とデザイナーのアンボが日常で気になった「俺はそうは思わない」について最低限を目指していくポッドキャスト「俺はそうは思わない」ですお願いしますお願いします今回これは何回目ですかこれは6六6 8はい、はい、お願いします漫画家の根本です デザイナーの安保です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回、クソむずいです。ちょっとね、パッド聞き、パッド聞き、なんですかって感じだけど、そうですよね。はい。あの、これ、結構前回まで話してるのも、なんか総括というか。うもう正直、僕が最近、世の中に対して思っていることを <laughs> でか感情だなそう,そうクソデカ感情を脳みそから引っ張り出して喋るという回になりそうなんですけどすごいじゃあんキャッチーなところからいきますねそうだねまず「俺はそうは思わないから今週の」今週の「俺はそうは思わないからいきます、はい、キャッチーに。はい 10年ぐらい前 YouTuber って好きなことで生きていくっていうキャッチフレーズありましたよね、うん、えー、そんなあったのあったよ2014とか15とかキャッチフレーズなんてあったんだ、うん、YouTuber のキャッチフレーズね好きなことで生きていくっていうキャッチフレーズありましたあー確かになんかあったかもなあったんですよめっちゃ流行りましたうん今の YouTuber 好きなことで生きていけてないよね <laughs> はいこれですおおなるほど ちょっと俺 YouTube そんな見ないんだけどその、うん、好きなことやれてないんですか現状 YouTuber の人たちはうーんというように僕は見えますへえそれどういう何をやってるってことなのじゃあ <laughs> じゃあ何をやってるの数字に <laughs> 数字に取り憑かれているそのやりたいことじゃなくてあの、うん、回再生回数が稼げることを,をまずやってるというははは そうみんな再生数が稼げるようなことを再生数が稼げる枠組みでやっているというイメージが強くあります。はいはい、これはねなんでこんなことになってるんでしょうねっていうやりたいことやって始めたはずじゃないですかうん、うん、幸福を求めて始めたはずなのに、うん、なぜか我々は成長し続けないといけない、うん、そう。 数字を出し続けないといけない成果を出し続けないといけないという謎の構造にとらわれてしまってるのではないかというはあはい資本主義的な命題がありますねここほうほうほうありますね,ねでもじゃあ大はそっちは幸せじゃないだろうってことうんそんなこと思ってないです僕まだ違うと,言うとこれすごいもう最初にスーパー結論言うとスーパー結論があるの,あの うん、スーパーパ僕の中での結論を言うと、うん、オアじゃなくてアンドが正しいなと思ってます、これからの時代。なるほど。どっちかではないと。成果か幸福かどっちかを取るではなく、どっちも取っていく生き方をしないと苦しくなっていくのではないかという回です。兼ねるですね。そうですね。両方とも持っている。うん、そうです。兼ね<ー>る。オアではなくアンドを目指したいっていう感じがします。キャッチコピーですか オアではなくオアンドを目指したいどうどうすかなんか会社とかさ、ね、現にさアンボは会社員デザイナーやってるじゃないですか、うん、そうですねどちらかというと成果を求められるよ、ね、なんかうん,うーんあのだからそれこそ YouTube とか、うん、あの自分が何やって楽しいか分かってればいいんですようん、うん、それ分かってたらそれやればいいし うん、でも結構みんなそのみんながみんなねそれこそあの、まあ、最初の入り口就職するにあたってのエントリーする会社を選ぶ時はもちろん自分の意思で選んでその仕事をやりたいなと思ってやってるだろうけど、うん、あのそれがね自分がすごい楽しめると分かってやってるって かっつったらまた別だと思うし今の自分の持ってる能力とか、うん、まあ残念ながら学力とかあるじゃん、うんそ,ね、それと折り合いつけながらねそうそうによって、うん、自分ができることとか、うん、自分が受かるところをそうそう志望していくと思うんだけど、うん、ってなってじゃあそこ入ってまだねその本格的な業務をやってない中で自分が何楽しい、うん、って何やるのが楽しいのって言われても。うん かかんんななないいい人が結構多いんじゃないかなって思うね,なるほどねそもそもね自己理解が足りてないはありますねめちゃめちゃ。っていう中でやっぱ一個指針となる数字成果っていうのを上げていく中で、まあうん、そこをまず目指す、うん、っていうその枠組みに入ってやる中でなんかあ自分こうやってやるのが楽しいかもとか。うん、やっぱ結局楽しいって、まあ、仕事だとその。 まあ、さっき言ってた「オア」じゃなく「アンド」じゃないけどこう、うん、なんか自分がやって成果が出て楽しいとか、うん、まあもちろんね成果出ずとも楽しいと思うそのなんか仕事の流れもあるかもしれないけど基本的には多分成果出てなんかこれこれこうやったのが自分の売り上げにつながった楽しいみたいな感じでなると思うからでそこで、ね、じゃあ自分はこれが楽しいんだって知っていく。 はあ、っていうためにはその一個あの成果、うん、数字に、うん、まあとらわれるじゃなくてその目標にする目標値とするっていうところではありかなとは思う、うん、いやーそういう人ねめっちゃ多いしそもそも成長欲求もなくなってきているっていうのが、うん、結構現状としてあのみんなあるんじゃないかとうんしかもうん 数字だけ追い求めてる人数字を追って成果を上げ続けてきた人も後ろから刺される時代になっているなと、うん、ほうはいまあ松本人志し,しかりね <laughs> なんかまあ数字ゴリゴリ出してきた人ねうんそのカリスマカリスマねいわゆる大企業のなんか偉いお偉いさんとかもね どこの組織にもいるだろうね、カリスマっていうものは。ね、絶対いる。数字を追い求めてこれた人も後ろから刺されてしまう時代ですし、うん、数字を追い求めてない人も、基本的には成長し続けなければいけないと、そもそもこれね、うん、構造的に思わされてしまってるんですよ。これもうしょうがないんですよ。会社だから。うんうん、株式会社っていうものがあるので。向上心ある人、ない人で言ったら、ある人が評価されるのはまあ、 まあそうだよなって感じだけどでも世の中の流れ的に働きすぎてもメンタル体力メンタルとか体力がゴリゴリ削られるだけで一向に賃金は上がらないよねみたいなあるねその世の中の流れがね、うん、当然ありますと、はい、これ大変な時代ですねとはいそうですねいやーそうなんだよな YouTuber 最初に言ったけどさ、うん、あの YouTube とかさ SNS とかさ広告の、うん アルゴリズムね、最近の。うん、どういう、うん、誰がどういう風にスマホに表示されるかも、うん、今もう、数字市上主義すぎて、うん、あの、配信者も視聴者もやめられなくなってるなっていう、怖っ、感覚がめっちゃある。怖いね。すごい,ねいや、だから、前もちょっと話したけど、本当にあのあ何、電車の中でさ、スマホの、 右上の小さい画面でワイプみたいな状態で YouTube 流しながらソシャゲやってどういう切り替えしてるかわかんないけどソシャゲちょっとやって SNS とか X とかインスタとかそれ見てソシャゲに戻ってワイプで YouTube はずっと流れてるみたいな人すげえよく見るすげえいるよねこれもよく見るこれ正直自分で選んでなくてやらされてるだよねもはや。 勝勝手手ににだってて流れてくるしね<ー>自分が選んでなくても次のコンテンツってなんかそのもう AI とかそアルゴリズムがどんな SNS も YouTube 媒体も発展しすぎちゃっててもう選ばずともあなたはこれ次見たいでしょっていうもう Google 検索もそうなってるんだよね今えどういうこと検索がえそう例えばなんだろうな<ん>いやもうすごいだって自分でワード入れてるじゃん いやでも違うんですよこれホン<え>にグーグル検索もえ例えば <laughs> どういうこと <laughs> 例えば民,民主主義について調べるっていうさワードを入れたとして、うん、民主主義に対してすごくなんか、うん、勉強したい人、うん、だふ普段からフラットに情報を取り入れようとしてる人は一番最初になんか民主主義の歴史とかウィキペディアが出たりするんですけど、うん、そもそも陰謀論をすげえ唱えてる人とか陰謀論をすごくなんか、うん 日頃から接種してる人ってそういうの調べた時になんかねえー、アンチページが一番最初に出てきたりするようになってるんですよ、えー、<laughs> <laughs> 同じワードを打っても同じワードでもその人の持ってる端末によっては出てくるものが違うとうう違う違うもうグーグルもそうなっててマジ全部の SNS そうなってるんじゃないですか今うんマジです今じゃあ俺と大が例えばなんか部活テニスとか調べたら 多分俺と大で出てくるものが違うえ、違う、違うと思うよ。だって、そこに、えー、<laughs> なんか情報への意識差があるから。ちょっとそれだけやっていいいいよ。マジで数字至上主義なんだよね、今。これ、なってるはずなんだよね。ほんまにそんな、なんか。俺、部活、部活で検索するわ。え、そんな怖いのそ <laughs> おい、出ました、出ました。<何>はい、一番上。 進路が出てきました高校生の人気部活ランキング、うん、一緒同じ一緒あよかったよかったよかった次関連する質問女子に人気の部活ランキングえないないでしょないもう普通のなん今多分ね。俺女子の部活ランキング調べたことあるから、ね、そういうことか今そ<う>主人公が女の子の物語を書いてるからそう,そう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  もう,もう関連ワードが変わってきてきるんですよ次の全然なんか部活一覧多分誰初,初手初手っぽいその <laughs> なんか部活一覧高校生の部活一覧みたいなのが出てくる、うん、それより先に女子に人気の部活ランキングっていうワードが出てくる俺もうさえー、女子のその一文字もない、うん、そうあんたこれ調べたいんじゃないのってグーグルに言われてるうんえー、だって その方が数字取れるからなんだよねあた。当たり前だけど。ビューが稼げるから、その人に合った情報を出してあげた方が数字取れるやんっていう。ただそれだけなんだけど。そん,そんなシステムができるんだ。怖いああ。みんな,すごいなん知ってましたこれめっちゃ怖いっすよね。みんな部活と調べたら何が出るんでしょう <laughs>。まあ、俺と一緒な人が多いのかな、多分そのまあまあ、そう、部活に、ね。普通に調べてない人は。そ クソデカ感情抱いてない人は普通にそういう部活一覧とかが出てくるんじゃない、うん、なるほどっていうね違いがありますねやらされてしまっているそうこれねやらされてしまってるんですよ見たくてうん見ていないこれ怖くねっていう誘導されてる <laughs> そうですじゃあもう我々がもう AI なのかもしれないそのそそ、ね、自分の意思では何もしていない、うん、もう選ばされているっていう状態が <laughs> 怖え<ぇ>怖え うん、でも怖いって思うけど、うんうん、そのなんだろうあの人によっては楽だよなとは思うわそうですね選ぶのって大変だからね例えばそれこそもうめちゃくちゃ時代が進んでさ、うん、自分に合う職業って調べてさはい、はい、もうそのスマホのいろんなその自分が今まで使ってきたスマホの情報をもとにさ「はい、あなたにはこれがあってます」とか出て てら嬉しいっていう。その就活生とか多そう。ああ、そうだね。楽だしね。<ー>決めてもらってそう。あ私、これ知ら<べ>これ向いてるんだって。なっちゃったらな <laughs> んか盲信しちゃうよね。それがだから <laughs> そのあれと一緒だよね。性格あのなんだ m b t i とかと一緒じゃない？そのもうもう湧く。あなたこれですって。なんか、うん、自分の情報を入れてあなた。これですって言われて思い返して会ってればもう。 それじゃん、ね、みたいな果たしてそれって幸福なんですかねね生きやすくなっちゃうんだよななんか私ってこれだからっていうのがあるとそ,それってなんかさまあなんか成果追い続けると数字の奴隷になるってよく言われるんですけどああはいはいそれってなんか数字を生むためのラジコンみたいな感覚ないですか、うん、<laughs> な,なんかこの構造上のうん。ああ だかから仕事でで何したいいいじゃななそうですね、まあ、間違いなく別にそのね、うん、い何、うん、数字上げたいがもう目的で、はい、そのためだったら自分が辛くてもいいっていう人だったらはい、はい、まあ全然そういうそれこそね奴隷になるじゃないけど、うん、もうそうなった上で、うん、そこを超えていくみたいなね、うん、<laughs> のはありだなとは思うけど。うん なんかそうだね楽しく仕事したい動機によるよねやっぱねえこれさすげえすげえこれも怖いなと思ってることがあってはいこのラジオ、まあ、やりたくて始めてるんですよで今もやりたくて撮ってるんですけど<う>結構う、ね、なんだろうな結構厳しく企画考えるんですよね最近。 まあ確かに、ね、その題はあの俺より数字に見えてるもんね。どの回が一番、うん、あの聞いてもらえてるかとか。ってなるとその傾向と対策しちゃううもん、ね、そうそうなんそなすよ最近結構数字見るようになっちゃってていや別に悪いことじゃないんだけど <laughs> いやこれそもそも友達と楽しくやり始めたことだよなみたいな <laughs> なんか。 そうでもそれもその <laughs>、うん、聞いてくれてる人が増えるっていうのも一個楽しさでもあるんでそれ別に悪いことではないのでっていうそうそうそそのバランスが確かに難しいよね。そ,<う>その最初は 2>, 2人で始めて、うん、まあ話すのが楽しいけど、うん、もうどうせやるんだったらより多くの人に、ね、いろんな人に聞いてほしいし、うん、そのいろんな人が聞いてくれてその聞いてくれた人たちが反応とか、うん、そこでコミュニケーション取れたらもっと楽しいなみたいなのを、うん、そのポッドキャストウィークエンドとかでも感じるようになって、うん、じゃあもっといろんな人に聞いてもらうためにはとか、うん、初めて聞いてもらう人がいるんだったらもっとこうした方がいいとか、うん、を考えていく。 でこうそっちに振ってずっと振られていくと、うん、そこに楽しさはなくなっていってしまうみたいなそうですね俺らが本当にやりたかったことってなんだっけってなったりするかもしれないオアになってしまうわけですねそう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 アンドではなくなっていくそうでもこれは今自己認知できてるからやべこれ数字ばっか折ってる状態にならないように気をつけようって思えてる時点でまだ抗がってる気はする自分か事を切れるからなそうだね いや俺らが本当にやりたいことをやろうよみたいなフェーズにいつでも切り替えられるので、うん、なんか昔さ、あのー、アート思考とデザイン思考の話したけどさ、うん、なんかそれにも似ててこれ、うん、今どっちの脳を駆動させてこの物事に向き合ってるんだろうみたいな脳を自己認知するってすげえ大事だなって思っています、うん、それが、うん、その今はさ、うん、聞いてくれる人が増える動向うん、だから あのバランス取れてるけどやっぱ YouTube みたいに収益化して例えばねそれこそどっかでバズったりしてその月200万300万とかもらっちゃえるそのお金がそのね人気 YouTuber の人とかっていうレベルになったらそのいや楽しいさと。 楽しさと月300万どっち取んねんっていうやっぱ直感的に300万欲しいもん普通にそりゃ数字市場主義になるわって思うよねなっちゃうでやっぱ生活水準もそこでさグッと上がってさんかわかんないけど俺のイメージすごい高級マンションに住んでるイメージあるあるね YouTuber ね対戦してたらね高いとこ住むわうんってなったらもう その月何百万から逃れられないわけじゃん。落とせないもんね。そうそう。ってなったら、もう数字を追うしかない。で、そこにどう自分の楽しさを掛け合わせるかっていう、その楽しさがご、うん、ご後手に回るみたいなそそそそうううう感じになるよね。そう、だから冒頭で言った俺はそうは思わないなんですけど、やっ YouTuber 好きなことで生きていけてなくねっていう。<laughs> まあ、これ偏見です。 ごめんなさいユーチューバーの皆さん例えばそのさんだっけなんでしょうんだっけん誰が言ってたんだっけなあえっとポッドキャストの渋さん渋さんはい特金マッシュ月曜特金マッシュとかの渋さんっていう方ですね渋さんっていう方がえっとんか話してたんだけど結局 も,うもちろん努力ねその聞いてもらうためにはとかあってそれ努力じゃん。うん、必要ですねで努力をするのはすごい確かに重要。うん、だけど、うん、やっぱめちゃくちゃ楽しんで努力を努力と思ってないやつには結局かなわないみたいな話して,て間違いね,間違いねもうやっぱまあそこだよなっていう感じ。そうそうそうだから楽しさが後手なのか先手なのか。うんうん その楽しさを求めて、うん、そこにこう妥協せずあの、うん、こだわってたのもう楽しみ抜くっていうのかなそうです、ね、自分たちが、うん、楽しみ抜いた上でそこに結果がついてくるっていう人がやっぱあのー、長生きするだろうし、うん、見てる人もやっぱそこにこうなん共感とか、うん、憧れとか、うん、そ,のそういうのを感情を動かされる。うん と思う,うん、うん、そこになんか下心とかかかがないから、うん、確かにでもで、ね、数字を追うとやっぱその、まあ、数字を追ってるわけで、うん、ってなったらどっか、うん、なんかなんだろう見てる人聞いてくれる人に迎合してるというか、うん、なんかどこかでこう下心みたいなね、うん、部分が。 感のかブランドとしてのブランドとしてのなんか妥協とかが入り始めたりするそうだね企業とかだとそういうことが起きたりしてうん、うん、確かにそのブランド愛してくれてる人がいやこっちに舵切ったらちょっと好きじゃないんだよなっつって長い目で見ると離れちゃうみたいなその、うん、短期的な利益は上がるけど長期的にはその企業のこと好きだったファンが離れちゃうみたいなことってめっちゃありますね、うん、その舵の切り方でやっぱその、うん まあ俺らが話す内容もそうだしまあなんだろうなやること、うん、前ちょっと大にも話したけどその楽しさそのコンテンツとかやることに対して楽しさのマックスの数字ってあると思うのよはいはいはいこのことに関しては自分たちはもう1000%楽しめるけどうん何かこうその なんだろう視聴数を稼げるとかね、うん、あの何かアクセス数を稼げるようなコンテンツになると、うん、まあ100ぐらいしか楽しめない。うんうん、ってなったら、うん、やっぱその1,000楽しんでる人たちと100楽しんでる人たちって分、うん、かるというかさ、うん、そのコンテンツの限界値みたいなのがあって、うん、だから再生数とかを考えずにやっぱずっと1,000%楽しんでる人たちの。 コンテンテツが面白いって思っちゃう、まあ、俺は面白そうだけどねいやー<あ>これでもちょっとね難しい側面があってはいえっとね「成果と幸福」って、まあ、今回タイトルに交代率で置いてるんですけど、うん、成果ってその数字なので誰もが分かる価値なんですよですね。目に見えるものはい 目に見えるるし勝敗が存在すすんですよああ数字があるので。ああだが幸福っていろんな置き換えが可能だしあのああ目に見えないんですよ一言で語れないから。例えば「やりがい」って言葉に変えることもできるじゃないですか幸福って。ああとか「自由なこと」とかさ「楽であること」とか「うん、自分が本当にやりたいことである」とかいろんな言葉で置き換えられるし、うん、その人独自の幸福ってあるじゃないですか。 うん、これなかなか目に見えないですと。うん見えない。ねこれがすげえむずいなというのとでこれ時代の話なんですけどやっぱ、うん、昔って俺らの,その父親とか母親とかもっと前の世代ってねうん成果の正解も幸福の正解も一定あったと思うんですよ。うん、ああそのーありましたよね。うん、結婚して子供 いいてて<で>マイホームがあってみたいなね車あって幸福の正解って言ってあるじゃん子供何人いてっていう。確かにね、で成果の正解っていうのはうん例えば車の部品をより良くし続けることがもう一つの正解みたいなだってこれ世界に売れば売れるからみたいなうん、うん、このうん、うん、洗濯機をよりいいものを作ったら世界に売れるから、うん、日本の技術力は世界トップと認められているから。 これが成果の正解だっていう時代はありました。大量生産の時代ね。はい、今もうないですね。それどっちの正解もないですっていうのが超むずい。あ<ー>成果の正解もないし幸福の正解も今ないっていうように見えます、ね。だからみんなそれぞれのが正解ですよ、うん。そう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 。<laughs> 今ね、変動性が高すぎる。 求められてるものというか、うん、その世の中の定義がむずすぎるなって思うよね、うん、そこにさ、うん、そのまあそのみんなありのままとか、うん、その自分のやりたいようにが幸せですよっていう、うん、この世の中にしようとしてる中で人間がついていけてないというかそうだ、ね、そんな明確にやりたいことがあったり、うん、<その笑>っていう人間そんな俺ら,のせせ、まあ、俺らの世代というか今の 世代、うん、今の20代なのかな、うん、とかってまだそんな,そん,な,たなんかそういう生き方を遺伝子的にしてねんじゃねみたいないや本当にそう本当にめちゃめちゃそうでなんか、うん、このむずいよ、ね、社会全体の思想だけがすごくアップデート入ってる感じ、うん、あのシステムアップデートが入ってて、うん、社会全体の iOS がすごく進化してるのにもかかわらず我々人類は まだ別に脳みそが突然アップデートされるわけでも何でもないのでそんなこと急に言われてもみたいな気持ちになる人多いだから本当に最近今、うん、今あのなんだろう10歳以下とか、うん、未満の子たちは、うん、そういう感覚なのかなもう,、うんうね、もう生まれた瞬間からなんかやりたいが。 あの正解だよみたいな世の中でそうですねで親は、うん、まあちょっとやりたいが正解だよやれてるのかやれてないのか分かんないけどやろうとはしてるな、うん、ぐらいな親あ多分そんぐらいだと思うよで,でそれを見た子供たちは、うん、ああじゃあ自分はちゃんとそのまあ <laughs> 結局その代もよく言うけど親を超えれるというかその,、うん、あのまあ1個ね失敗例というか,からそれを元に、はい、ってなったらもう1個アップデートされてるみたいな。うん だからね、今、そのちっちゃい、今はちっちゃい子たちがそうなれるだけで、だから我々はそのは、ま、狭間の世代って前なんか大なんかで言ったけど、ねうん、まさにそういう感じなのかもなまま、うん。まだね、脳みそがついていってないし、そのアップデートだけが進んでる感じ、その社会全体のね。うん、なのに、うん、選ばされてると。俺らはなんか <laughs> えなんか選ばされてるし、え、やりたいことなんてないんだけど、やりたいこと探さなきゃいけないのかなと思いながらメンタルをやむみたいな状態。うん、うん。しかも、そのやみ方も別にね、や、うん、んだことは尊重しますみたいな感じだもんな。そう,そうなんです。<laughs> なんか、ちぐはぐな感じあるよね。しかも、かといって、成果が上げれなければ、うん、当然、切られるわけで。ね、<laughs> 当然、会社とか社会からは切られるわけで。うん、だって、成果上がってないっていう。 生きていけるような世の中にはなってないないやーこのいやすごい抽象度高い会話なんだけどついてこれてますか皆さん。めちゃめちゃ安保はついてきてくれてるのを感じる。<laughs> 俺こういう話大好きなんですよね。<laughs> なんか世の中おかしくねみたいな話大好きなんですよね。お、ね、<laughs> それ大変だよな <laughs>。俺で全く思わないのよその。えー、もう、はい、あのまあ正直、はい、まあまあ良くないことだけど、はい、それこそあのー、政治とか。はいはい。 ま,あまだ全然俺は知識ないし日本の問題点がどうだとかもあんま分かんない,はい、はい、そう本当に目の前自分の身の回りがどうだかみたいなことしか、うん、まあ俺はまだ全然考えられてなくて、うん、でまあそのんだろう政治とかそういうのを、うん、にいろんな思想がある人はいや身の回りをよくするためにはそもそも国からだろうみたいな感じな人も多いだろうけど。うんうん うん、そのなんだろう世の中を変えたいって思うほどのエネルギーは自分にはなくて、うん、自分の変えられるレベルで自分の身の回りを良くしたいなっていうぐらいしか、うんうん、俺は感覚ないからそんな大志を持ってないというか、うん、だからそう思う人って大変だよっていやだってさジレンマじゃんその。 いやあの日本の賃金がとかさ、うんはい、労働時間がどうだとか働き方はこうだ、うん、世の中の風潮はこうなってるのに人間はこうじゃないかて現実はこうじゃないか、うん、で問題ばかり浮かんで、うん、それを解決するのって個人じじゃ無理じゃん、うん、まあでも何でしょうね<あ>これ結構歴史が証明してるんですけど大きな変革って結局民衆が起こすことになるんでなんか民 こういうことを発信することには意義があるなぁとは思ってますなんか自分個人がこう何かを変えることはできないんですけど、うん、なんかその個人の意思が誰かを何かさせることはあるかもしれないか確かになんか意思とかその思想は伝染するんで,、うん、でそうやって革命って起きるんでうん、うん、そうだそうだってなっていくわけで、ね、すみんななんで まあ俺が何かをやるとは思わないですけど全然俺も思わないですけどこれいや世の中変わんねえじゃねえかよってこうなんか不満に思うってまあでもねこれね僕の意見を言うと別にすげえ不満には思ってなくてあの僕は行きやすいですちなみに今とても。 今、世の中、今、とても生きやすいですが、うん、僕の身の回りの人がちょっと生きにくそうにしてるのを見るのは辛いっていう感覚です。え、いるんだ。います、いますね。めっちゃいますよ。めっちゃいます、僕の友達。めっちゃいる結構いるよ。もう、なんなんみたいな。世の中なんなんって言ってる人多いの、えー、を見るのが辛いです。で、世の中なんなんそ,それを見るのが辛いので、 なんかこういう発信もちょっとしたいなっていう気持ちがなんかあるのかなまあちょっと共感があるだけでもあの楽になる人はいるしなもちろん別に俺がなん,か、えー、なんかこう旗上げて変えてやろうとか別に思わないですなんかこれに対してこれはもうなんか時代のうねる人の夢って感じなので全然変えることはできないですワンピースなそうここに逆らうことはできないのでうん ねえうん、なるほどね、うん、でもなんかその消費とかも<ー>消費とかも変わってきててっていうのはすごい有名な話なんですけど、うん、僕らが大学生ぐらいの時は、うん、あモノ消費からこと消費に変わりましたよね、うん、みたいな話が有名だったと思うんですけどあの聞いたことないですね僕は <laughs> あの <laughs> ですねあのめっちゃざっくり言うと車を持ったりとか、はいはい マイホームを持つみたいなことが幸せだったという<ー>そのものをそういうものものをを所有することが幸せだったっていう時代からだんだん、えっと、何か<や>こ<と>ライブイベントとか友達とこう何かイベントに参加するとかあ何するかってことそうそう推し活するとかそっちのやることの消費にあ なんか時代は変わっていってるよねっていうのが僕らの大学時代に教わったことなんですよでそっからさらになんか時消費とかいろいろ進化していって、うん、今エモ消費になっていると世の中は <laughs> だぜえな,なんかエモ消費エシカル消費になっていると何エモ消費と,とエシカル消費っていうのがなんだよエシカル消費消費ってエシカルっていうのは倫理的である かあのー、いいづらい言葉は入らせるなよ持続可能であるみたいな意味合いですね。エシカああ<ー>そうです。なるほどね。で、エモ消費はどっちかっていうとその日常の中で感じるちっちゃな幸せ、ハッピーを共有しようみたいな消費の仕方ですね。はい、なんか Z 世代以降に広まっている消費<ー>の仕方 SNS がもうまさにそ,とかそうですね。そうそうそう。共有とか、うんとあ。あの動画見たで。そうそうそう。 あーあれめっちゃ面白かったよねで盛り上がるこれがエモ消費ねそうなんか人生がめっちゃ大きく変わるでっかい買い物じゃなくてちっちゃなハピネスを集めるみたいな意味合いエモ消費は <laughs> そう <laughs> ハピネスハピネスハピネスですねはいねっていうまあ時代に変わってきているなと消費の観点から見るとあはあはあはあ確かにそうなるともう、うん、だからそれがまさに成果と、うん 家庭でどっっちが幸せか,のかがもう変わててきてるやんみたいなだ,、ねうんうんね、だいぶ変わってきてるそうそしかもそれも細分化されてるから誰が何にハピネスを感じるか人それぞれやんっていう話、うん、<laughs> しかもそのハピネスをなんか共有したいのに押し付けるなみたいな,感じだんな、うん、そう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  <laughs> あのー、ねだ言ったらブランド物に身を包んでる人もあの、うん、ミニマリストもめちゃめちゃ発信するやん んか <laughs> 同じように <laughs> 同じように私はこれが幸せなんだって言うじゃないですか <laughs> まあ大変ですよねと <laughs> そうだね幸せなんだあなんかなんだろう何すかその、うん、なんだろうないや自分のなんか幸せとかを、うん <laughs> これもう根本というかあるけどそんなに伝えたいのかって思う <laughs> ああでも共有はもうベースになっちゃってるね世の中のはい伝えたいのかってもう考えてないかも俺も SNS やるけどよくストーリーとかあげるけどなんかもうねあれ反射でやってんだよねも,うもはやえすげえいやそういうことねうんんか反射か そうこういうことありましたパシャリみたいなもうぐらいの気持ちはいその感覚そのその感覚どこで差が生まれたんだいや安ん SNS アンチだったからね一番最初あー確かに最初、はあ、すごい初期そうだなそれはそうだわなんか好きじゃなかったんだよねネットで生きてるやつ安ん嫌いだったじゃん そうだね。<laughs> それちょっと聞いてる感じがううも。ああ、もう,う参入できてないみたいな <laughs>、うん。そう、最初から参入してないから、<laughs> アン本当に SNS 下手なんですよ。ううアンボ君って。マジで。ビビるぐらい。<laughs> <laughs> いやね本当にないや別にいいと思うんすけど別に SNS でやんなきゃいけない理由なんてないいやいや困るんだよ困るよ困不便感じるいやめっちゃ感じるよなんかそっかうんなんかだからみんながいやなんつっん <laughs> 普通に本当にそのみんなが当然のようにできてることを自分はできないっていうつらさ、まあ、SNS できるのが多数派だからね今はもうそうしかもそのできるっていうできるという感覚がないわけじゃん うんそれってもうだからできない人からしかない感覚というかさ確かにいや別に SNS できるも何もないだろみたいな感じなわけでしょ、えー、みんなはいはい,だからいやツイートなんポストなんて別にそう何するどういうのとか考えてないよみたいな感じ,じいやマジで考えてないよ本当に考えてないですで俺ポストするぞって思って <laughs> 何しようかな <laughs> いやでもあげるもんもんねえな <laughs> みたいな <laughs> おっちゃんやん <laughs> <laughs> いや、そうなのかなおっちゃんやん。やれつれえわ。それだいぶつらい。何もあんま考えてないっすね、もうそこに。うーん。っていう。まあ、ついね、<laughs> SNS の使い方の話はいんですけど。まあまあまあ。まあいいんですけど。まあちょっと我々、そうっすね。僕漫画家なんで、よく映画見るんですけど。うん、今年一番面白かったのはラストマイルという映画でした。あい。あのー。 アンナチュラルと「ミュー404」とかの方が作ったやつですね、うん、今年の夏から秋にかけてすげえバズった大ヒットした映画なんですけどえっともうあれがめちゃめちゃ今回話してるテーマを感じる映画になってますはいそうですね全てのきっかけというかねその、うんうん、まあね、うん、なんだろう割とネタバレになるからあれだけど まだ言,えま言ってもいいからもうなんか公開と終わったのいやまだ続いてるけど,るけどいやもういいだろ言ってさすがに <laughs> はいちょ,ちょっとあえー、ここから、えー、ラストマイルのネタバレをします含みますって感じで、はい、んかすごいアマゾンっぽい配送業の謎の巨大企業に勤めている主人公たちが、うんえー、ブラックフライデーでその アマゾンっぽい企業の箱の中に爆弾が仕込んであるというサスペンスです。うんうん、で、その爆弾が届いちゃうんですよ。すごい数のね、そう。うん、無作為に、すごい数の中のな、うんうん、何万分の1で爆発するみたいな、ねうん。そう。っていうね。テロの話だよね。そう。っていうところから始まるサスペンスなんだが、うん、あれが僕めっちゃ面白いなと思ったのは、本当に。うん 反抗、あのー、動機がねもうこれもめっちゃネタバレなんですけど反抗 <laughs> 動機が疲れすぎて働きすぎて自殺してしまった同期の恋人の復讐みたいな感じでしたっけ、うん、そうですよね普通のこ。その企業で働くそうそう恋人がそれが原因でなっちゃったけどそこは言及されないというね、うん、その誰もそこでその企業を裁けないみたいな。うん そう感じですねただの事故になってしまったみたいなで要所要所で物流っていうものへの限界を書いてるんですよ、うん、あの映画うんねなんかもうだから需要と供給がもう<え>その供給が需要が行き過ぎてて、うん、供給がもうその人間の手というかもう物理的にもう供給しきれない、うん、これ以上はやっぱもう人の人を超えて働くしかないみたいなね でもこれれ止めらなないいんですよみたいなもう止められないんですよってところまで来てて、うん、もう誰に俺たちは働かされているのかもわからないみたいな、うん、すごい僕はあれねもう資本主義の限界を書いているすごく挑戦的なテーマだなと思っていてなんか、うん、その作品通してずっと、うん、そのまあ、えー、物流の稼働率っていうのがずっと出続けるんだけねあの演出すげえなと思ってたけどすごい良かったね。 最初はやっぱ95%稼働中みたいなで、うん、こうゲージが青でね、うん、緑か、うん、で出るんだけどやっぱその何か起きると、うん、90%を切る、うん、で90%を切ったら何事だと <laughs>、うんそうだね、確認されてね。ゲージがオレンジになるとかなってって、うん、でだからもうそのゲージ稼働率に全ての人がこう動かされ、うん ここで上司の人も「いや稼働率はこれ以上下げるわけにはいかない」みたいな「ここは必ず維持しろ」とか「うん、<laughs> 待ってるお客さんがいるんだぞ」みたいな<う>い「だとしてはこっちで動いてるのは人間だぞ」みたいなしかもその裏で爆弾が爆発してるんやぞっていうそのサスペンスも動いててもうめちゃくちゃやんみたいなそれでも我々は数字を出し続けないといけない成長し続けなければいけないと。 あのアマゾンっぽい謎の企業はね企業理念を掲げてたりしてね、うん、そうなんかその数字成果を生むための合理的な選択をせざるを得ないみたいな感情、うんね、めっちゃあの現代へのアンチテーゼと僕は受け取ったんですけどねあの映画だからしかもなんかその企業理念のさうん、うん 裏の意味というかさ、表向きはめちゃくちゃポジティブな企業理念だったかね。そうそうそう、裏を返せばこれってこういうことだよな、みたいな。え、怖っ、怖本当だよ確かに、確かに社会って表面はそういう感じでやってるけど、じゃあもう突き詰めろこういうことやん、みたいなね。あれはね、いや、なんか、いや、俺はすっげえ好きでした、本当に。きついなとは思ったけど。 演出がさらにそれでそのベルトコンベアっていう、うん、なんか本当にあの、まあ、選ばされてるじゃないけどなんか無機質な、ね、怖さみたいなのが、うん、こうベルトコンベアのなんか音グ、うん、ーゴゴゴゴゴみたいなゴン,ゴンゴンゴンみたいなのがすごい要所要所でね、うん、こう出てなんか一回リセットされるというかそこでニュートラルに戻されるみたいな演出が俺は結構好きだったんだけどうん、うん、あそこでのこうただ 人間がやってるのに人間じゃないじゃん物流、うん、みたいな、うん、そうただのコマとして動いてるやんっていう感じとかがあったりしてうわっ,って思ったねいやなんか途中でさじゃあ、うん、みんなでやめちゃえばいいんですよってセリフはなんか社会に対して言ってんなと思ったわなんか、うん、みんな <laughs> 一斉にやめちゃえばいいんですよってこれめっちゃ思ってて、うん、なんか本当株式会社って、うん あの途中で畳めない仕組みになってるのがきついなと僕は思ってて、成果出し続ける、成長し続けないといけないっていう、途中でやーめたって言えないんですよ、会社って。あのうん、株主がいるし、上場しちゃってたら普通に資本家たちがいるし。うん で、うん、100出したら次の年105、次のさらに年110をずっともつ求め続けられるので、株式会社って仕組みが、うん、もうそうなっちゃったねこれ、ね、本当になみたいなのをめっちゃ思いました、ね。なんか <laughs> 本当にみんなやーめたって言えばいいのにみたいな。ねうん、まあ、そんな面白い映画でした。ねうん、めっちゃ感じました。うん、たとはいえ。 とはいえなんですけど、うん、最近はこれ思ってる人すごい増えてきてるなとも思っていてうん、うん、なんか会社によっては数字もめっちゃ大事なんだけどその人の幸福の部分も大事に知っていかないと終わるなみたいなムーブ起きてるっていうのはあるなと思います、ね、本当にそれは会社によってはあるなと思います。だだからまあ、うん、なんだろう うんまあ、めちゃくちゃ悪い言い方するできないやつに合わせるみたいな感じあるよね、うん、あるね全然そういうのもあるしなんか、うん、すごいこれも極端な話なんだけどその数字だけ出してればどんな手使ってもいいのかは、うん、ちょっと無理が出てくる時代<ー>出てきたっすよねそうだねねバレるやんいつかなんか悪行って、うん、バレるしなんかそのちょっとでも消費者から「んこの数字の出し方ちょっと」 うん、よくは見えないぞというなんか倫理的にどうなんだとか、ね、倫理的にどうなんだとか環境的にどうなんだみたいな視聴者からのツッコミが入るとやっぱ衰退するじゃん、うん、その数字の出し方って確かに、ね、それこそなんかやっぱ YouTuber が分かりやすくなってしまう、うん、そうだねめっちゃ分かりやすいよねやっぱそう視聴者が一番ジャッジするからあ,<ー>あそこって <laughs> もちろんバズると一時的に数字は伸びるんだけどやっぱ長期的に見るとえその数字の取り方大丈夫なのっていう YouTuber ってやっぱいつか逮捕されるやんっていうすいませんアカウントバンされるみたいなイメージあるねこれね会社にも結構起きてるなと思っていてうんかそういう企業増えるんだろうな世の中的にはってこれ明るい話なんですけど思ってます じゃあみんなはどう生きればいいんですかはいこれは一番最初に言ったところに戻ってきます。ででははなく <laughs> ななくくるほどね、はい、これはね、うん、ここ5年ぐらい2030年ぐらいまでのトレンドって、うん、マジで自己理解になると思います。うんうん 自己理解あ自分が何を楽しいとして生きているのかどこに幸福を得ているのかそ<う>何を幸福だと思っているのかそうだね自分軸がトレンドだったけどちょっと前あの自分で選ぼうみたいな自分軸っていうワードがトレンドだったんだけど<ー>この後は本当に深い部分での自己理解がすごく重要。 なんか成果を出す上でも幸福を取る上でもっていうどっちも取るうでああなぜなら自分自身を理解することがこのめっちゃ変動性の高いこの今ああ移ろいが激しい時代で唯一最も変わらないものだからだと思ってます自分を理解することは変わらないことだからああでもそれって結構さ、はい、なんかなんだろう できてなかった人たちがやることじゃんそれってそうですねうん、うん、でも俺らもやっていかないけ<も>、うん、そうそうなんだけどやっぱ今、うん、まあ今というか最近若い子今の10代とかわかんないけど、うん、これから生まれてくる子供かもしれないけどって、うん、もう、うん、あの感覚で自分これ楽しいって理解してる人たちっているやんうんいるねすごい才能があふれてるああ,ああいう人たちってやっぱいいよな もいやいやでもだそれこそマジですごい何回も結局ってなるけどやっぱ家庭環境やんでもあと時代の脳みそだと思うよそれってああそういうこと<ー>えでもだからそれってさ親がどうこうだからってことじゃないの、うん、いやもうだってその今の今の時代に生まれた子って好きを好きって表現していい時代そう<ー>世,界世界がそうか。 好きを自分の好きを好きって共有していい世界にいるから、あのーうん、分かりやすいよね,ね自分が何が好きなのか<ー>自己認知しやすくない俺らがそうだ、ね、俺らが10代の時ってまだ言えない雰囲気あったと思う、うん、あのオタクはちょっと恥ずかしいとか、ね、て言いにくいとかそうそうそう,そう自分の好きを好きって表現しにくい時代だったと思う俺らが10代の時は。 じゃあやっぱ今の子たちはもうそれが普通で生きてきたらさ別にさもう自己理解どうこうじゃなくてもう直感で自,分自己理解できちゃってる子たちになる<う>んと思う俺らより随分できてると思うよ。自分が何が好きで何が嫌いなのかっていうのは理解できてる子が多いと思う。ね、何をやったら楽しいかとかね。か家庭環境なくねっていう普通に時代の脳みそな気がするよね。それがなんか自分のさ感情がちゃんと分かる人ってさ、うん。うん 結局、相手の感情もわかるからさ。ああ、そうだね。うん。その、今、この人には、こういうことをした方がいいんだなとかさ、うん。こういう言葉遣いがいいとか、うん、こういうことを言う,言うべきだとかの、その、対人もやっぱ上手というか。うん。共感力が高くなるからねそうそうそう。その感情言語化できると当然だけど。<laughs> めちゃくちゃ、うん、その時代の子たちめっちゃよくね。ね。<laughs> 大変じゃん。羨ましい。俺ら,俺ら羨ましい。 俺ら大変でなんでそんなん <laughs> 知らないものをこの年でいっぱい知ろうとしないといけないんだ, <laughs> 本当だよ。いやでも, <あっ S 2> もうそれがね必須ですね。そうですね。なるほどね。まあしかもそれが分かってないとなその下の世代にそれをやらせられないだろうしな。あ<ー>なんか違う、ね、理解力、<う>俺らの理解力はまずねないと。そう、俺らがちゃんと理解して共感をしないと<ー>ちょっと厳しいっすね、エモとかに対してね。 もっとね。そうかまあこれはね別に答えでもなんでもないんで、うん、我,は我々やつが僕はこういうふうに世の中今見てますよっていうだけの話なのではいそうです分かる非常に分かるっすかね,そうすね分かるうんそ、うん、<laughs> んな感じですねそ,そんな感じになったな <laughs> いやだから自分自己理解だと、うん、え自己理解じゃない マジで自己理解ってでもさそのさ、はい、自己理解って正解ないわけじゃん。ない。だって自分次第だもん。っていうのがさ大変だよな。なんか、ね、自己理解している自分はこうだ、うん、こうも自分はこうなんだろうなと思ってるのが、うん、その世の中から見てというか他人から見た自分の楽しんでると一致する人もいれば。 うん、自分はこれを楽しんでるって理解しててもいやえそうかみたいなそのなんかその楽しがり方ちょっと違うんじゃないみたいなうん、うん、っていうそのそごがある場合もあったりするわけじゃん。はいとかなったらさもうええー、みたいな <laughs> この自分が感じてるこの楽しいをちょっと違う楽しいなのみたいな自己理解がより、ね、まだちょっと浅いとかさあ<ー>になってったらもう。 ね、それはどうやって深まっていくんですかとまあ考え続けるしかないそう考え続けるしかないしまあなんかそれもレイヤーの話な気はするよねなんかある一定の、ね、いやそうだよ一定のところまでいったらまた深掘れる時が来るよねうんあとまあなんか自己理解に関しては本当になんか別に成果上げなきゃいけないことではないのでなんか幸福の、うん 側だと思うので自己理解ってどっちかっていうとねでも成果を上げていかないと自己理解なく、うん、できなくないあわかるっすよそれはそうだねその実はそうなんですよその成果と幸福と自己理解って結構グルグルするんですよ <laughs> ね<え>実はわかるっすよこの楽しむ成果上がる、うん、あ自分はこれ楽しいとか、うん、成果上がらないる自分はこれは楽しくないってなったら結局成果にとらわれてるのでは、うん、いやー違います、ね <laughs> そそれは安堵にになななってるるというう認識です <laughs> ああなるほどねああそうそうだねだ確かに僕,は僕は今結構生きやすくてっていうのは自分がやりたい仕事をやって、うん、まあ一応一定成果も上げれそうという状態になっています、うん、その成果が上げれそうなものを目指せてるって感じだよね目指せているし<今>えっと、うん、自分がやりたいことですで、うん、それをやることによって自己理解も深まっていますっていう。うんうん サイクルができてるので結構今きやすい感覚けす。そう、アンドっていう感覚です。行きづらい時期があった行きづらい時期全然あるよ。あるんだ。でも別にこの後だって来るよ、多分。あ、まあまあ確かに。だって、連載始まってみマジで数字に追われまくって、うわなんかバランス崩れるみたいな時来るよ、絶対。そりゃそうだ。マジで。うん。今は連載開始前だから、すごく心が。 安,安寧の状態なんだけどまあ未知だもんねそのそ<う>今そこを考える必要がないもんね、うん、いやこれマジ始まって評価と数字にさらされてみボロボロになるわ絶対マジだ <laughs> これはねもうしょうがない知ってる俺はこうなるのというね <laughs> じゃあもうそうだねっつうことはもう何年後かにないわもう とんでもなく疲弊してるるる可能性がああ全然あるからでとんでもなく幸福になってる可能性もあるのでてうとんでもなく成果も上げるし幸福も得てるみたいな、うん、全然ありますと、えー、うんこれはね一生ついて回る気がするそうだねじゃあそのやっぱまあ成果を上げるにしてもそこで自己理解してサイクル、うん、サイクルを作ると、うん、安堵になるのではということですね 次の時代。そうだね。僕は目指していきたいと思っています。皆さんはどうですかという問いかけを残して <laughs> 別にこれ答えないんで、本当に。まあ答えないからね。ないんで、別に成果出すのがすっげえ好きな人もいるから、本当に世の中には。うんうん、ねもう勝つこと、数字を出すことが俺の生きがいだみたいな営業もめっちゃいると思うんで。うん、<の>それはそうだよな。それはそれで幸せだと思うので。 突き進んでもらってっていう感じです。はい、確かにですね。はい、こんな感じで、はい、もうだいぶ言ったね。これはもう喋りたいこと喋ったよ。俺は。そうだね。うん。次ね。こういう回どうですか。楽しいですか。俺はめっちゃ楽しいんですけど、こういうもうなんか構造みたいなのを話す会は。うんいや俺も好きだけど。あ本当。あよかった。うん。 好きじゃなかったら別に何の意見もないからそうだねたまにこういうんかアート思考デザイン思考みたいなこういうなんかもう本当に答えのないね答えのない自分たちの考えを言うっていうたまに作りますこういう回はいいですねでは今回は68回「俺はそう思わない」今回のテーマ「成果か幸福か」という回でございました 皆様からの、えー、意見、反論などぜひぜひお待ちしております。お待ちしておりますはい、えー。フォローや評価などもぜひお願いします。お願いします、はい。それでは、いや、今の結構数字にとらわれてるセリフだったね。<laughs> はい。いや、もうテンプレだろ。テンプレだけど、それでは、えー、っと、俺はそうは思わない、えー、今回もパーソナリティは根本とアンボでした。はい。それでは、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。 また来週